はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RI です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は高級時計を買うべきタイミング4パターン考察&解説というテーマについて話していこうと思います。突然ですが皆さん、高級時計どのタイミングで買っていますか？まあそもそもですね、高級時計って生活必需品ではないですよね。そしてポンポン買えるものでもないというふうに思います。したがって高級時計を買うためにはですね、それなりのタイミングとか理由っていうのがいるというふうに思うんですよね。まあご家族の方を説得するためにも、まあ、そういったものは必要かなというふうに思います。で、今回はですね、私の考える4つのタイミングっていうのを紹介しようかなと思います。なのでご家族のですね、説得にももしよければ使ってみてください。ということで今回の内容なんですけども、まずはじめに高級時計を買うべきタイミング4パターンの結論からまずお話しして、続いてパターン1からパターン4についてお話しして、最後にまとめというふうになってます。で、高級時計を買うべきタイミング4パターンのね、結論なんですけども、まず1つ目、これはですね、なるべく早く買うということですね。まあ、例えば欲しい時計が見つかったらすぐに買うとか、まあ、こういった例になりますね。まあ、これのいいところはですね、長期的に見て最もお得な戦略だと思います。そして一番長く愛用できますよね。デメリットとしては、こうあんまりね、達成感っていうのはないのかなというふうに個人的には感じたりしています。続いてパターン2、時間軸で考えるということですね。まあ、これはですね、私もバシロンコンスタンタンを買った時にした方法なんですけども、まあ、例えばですね、30歳の記念に何か時計を買うとかですね、まあ、そういったパターンですね。まあ、これはですね、まあ、ほぼほぼ誰にでも訪れますよね。で、時間的にですね、結構こう時計を買うべきかどうかで、どの時計がいいかっていうね、熟考する時間があるのかなというふうに思います。この2つがですね、まあ、いいメリットですね。で、デメリットとしては達成感というのはやや薄いのかなというような気がしています。まあ、ほぼですね、時間というのはこう、まあ、ぼーっと過ごしてても過ぎていくわけじゃないですか。まあ、なので達成感というのはやや薄いのかなというような気がしています。続いてパターン3、行動軸です。これはですね、まあ、例えば、昇進記念として買うとかですね、まあ、私は今これやってるんですけども、YouTube のチャンネル登録者数が10万人にいったら時計を買うとかですね、まあ、そういった自分の行動に目標を立てて、それが叶ったら買うと、まあ、そういったパターンになってますね。で、これはですね、まあ、達成感が最も大きいんではないかなと思います。それからですね、こうすることによってこう日々の仕事へのモチベーションとかですね、こう生活に張りが出るっていうんですか、モチベーションのアップにつながるかなという気がしています。で、一方でデメリットとしてはですね、これ未達成の可能性もあるんですよね。先ほどのようにこうね、家宝は寝て待てじゃないですけど、こう時間が過ぎて勝手にこう到達するっていうものでもないですし、まあ、ある程度頑張らなきゃいけないわけですよね。まあ、なので心に決めたとしてもですね、それに到達できない可能性も、まあ、あるのかなというのがちょっとこうね、懸念点かなというふうに思います。そして最後4パターン目、お金軸ですね。これはですね、まあ、例えば貯金1000万円貯まったら時計を買おうとかですね、まあ、そういったパターンですね。で、これのメリットはですね、こう経済的にバランスを取りやすいのかなというふうに思いますね。それから経済的なバランスが取りやすいということはですね、こう周りの理解を得られやすいっていうんですかね、ご家族の理解も得られやすいのかなと思います。で、デメリットとしてはこれもね、やっぱりこう未達成になってしまう可能性もありますよね。まあ、例えばいくら1000万円貯金しようと思っていてもですね、入院が必要になったりとかね、急に大きな出費が必要になったりとかですね、まあ、そういったことが考えられますよね。ということで、これも未達成の可能性があるのかなということで、デメリットとして挙げさせていただきました。まあ、先にですね、結論4パターンなんですけども、続いてそれぞれのパターンを詳しく見ていこうと思います。パターン1、なるべく早く買うと
という方法ですね。でこれはね、長期的に見て最もお得は、これなんでそうやって言えるかっていうとですね、例えば右上のこの、グレーのグラフを見ていただきたいんですけども、これはですねスイス人の平均月収の推移なんですよね。で2018年まで出てるんですけども、もうね見事に右肩上がりですよね。ということで、高級時計っていうのはスイスのものが、多くなっています。例えばロレックスとかオメガとか、そういったところですね。なのでスイス人の平均月収がどんどんと上がってるっていうことは、それをですね当然、物を時計に転嫁しないといけないので、どんどんね時計の価格っていうのは高くなっていくんですよね。それが基本になってます。なので、早く買えば買うほど安く買える可能性が高いということですよね。それから続いて左下の図、これはですね世界と日本の物価水準のグラフになっています。1995年を100として考えてみるとですね、日本以外の、先進国ですね、米国とかドイツとか、スイスとかも含まれると思いますけども、世界はですねもう見事に右肩上がり、物価っていうのがどんどん高くなってるんですよね。一方で日本の物価は変わりませんよと。で続いて右の表はですね、これは世界と日本の実質賃金の比較の表になっています。これはですね1997年を100として見てみるとですね、これまた世界中の国はですね基本的には実質賃金どんどん右肩上がりになってるわけですね。一方で日本の場合は右肩下がりというふうになっています。つまりですね、海外の物の価格はどんどんと上がっているのに、日本人の給料はどんどんと下がっていると、そういったふうに言えるのかなと思います。そうすることによって時間が経てば経つほどですね、どんどんと海外からの輸入品っていうのは、買いにくくなっていく、どんどんと高値の花になってしまっていく、そういった傾向にあるわけですよね。つまりですね、高級時計の値上げのスピードは速いですよと。この前もね、いろんなブランドがもう値上げを発表したばかりですよね。ということは早ければ早いほど安く買える可能性が高いということなんですね。こういった理由からですね、長期的に見ても欲しい時計はすぐ買うっていうのがね、金銭的には最もお得なのかなと思います。続いて一番長く愛用できる、これはですね、例えばある方の一生ですね、生まれてから学生社会人になって結婚して子供ができて老後を迎えるとかいう場合にですね、A という地点ですね、例えば新入社員になった時に買うとかね、で B 家族ができてある程度してから買うとか、こういうふうに考えるとですね、当然、欲しい時計すぐに買ってしまった方が長く使うことができるわけですよね。その分ですね、思い出をたくさん蓄積できる、そうやって将来ですね子供とか孫に受け継ぐことができるということで、早く買った方がこうね長く愛用できて思い出もたくさんできるんではないかなという気がしていますね。続いてパターン2、時間軸です。これはですね、私もですね過去の動画で30歳の記念時計を買うという動画で上げてるんですけども、私はですね30歳の記念時計を買おうと考えている時ですね、この右上の写真のように候補を上げさせていただきました。で最終的にこの右下の通りですね、バシロンコンスタンタのオーバーシーズを買わせていただいたんですね。でこれはどうやって考えたかっていうとですね、これ私が一番最初の方に動画を上げた賛否両論ある、時計の格付け表というものだったんですけども、当時はですね、大体それぞれのブランドで似合う年齢があるのかなというふうに思っていました。例えばですね、パテックフィリップとかだったら45歳ぐらいから似合ってくるのかなとか、バシロンコンスタントオーデモピゲだったら40歳とかかなとか、ロレックスだったら30ぐらいかなとか、オメガだったら27歳ぐらいかなとか、こんな感じで考えていたんですね。で私のですねおすすめとしては、購入からですね5年から10年後に似合うくらいの時計を買うのがいいのかなというふうに思っています。例えばですね、バシロンコンスタンタンは、ブランドとしては40歳ぐらいからこうバッチリ似合ってくるのかなという気がしてるんですけども、オーバーシーズはね結構こうスポーティーな時計なので、35歳ぐらいから似合ってくるのかなという感覚があったので、30歳で買って、でだんだんとこう日々の生活の中で自分に似合っていくっていうんですかね、自分がその時計に追いついていく、そういった感覚を楽しむことができるのかな、自分をどんどんレベルアップさせていくことにつながるのかなということで、購入からですね5年から10年後にバッチリ似合うだろうと、
まあ、そういった時計をですね逆算して買うのが個人的にはおすすめかなというふうに思っています。まあ、これはねあくまでも僕の感覚なので皆さん人それぞれだというふうに思うんですけども、まあ、こういった考えで買うと、まあね、自身の成長にもつながっていいのかなというふうに思っています。はい、腕時計のある人生ではですね時計のことをとにかく分かりやすくお話ししようとするチャンネルです。そして時計プラスアルファの知識も得られるようなチャンネルにしていますので、時計好きの方はもちろん時計を好きでなくてもですね今ここでポチッとぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてパターン3、行動軸で考えるパターンですね。まあ、これはですね私が今実際にトライしているところです。私はですね先日のこちらの5万人ありがとうございますという動画でお話しさせていただいたんですけども、チャンネル登録者数が10万人にいったらですね、まあ、ここに写真があるようにですねパテックフィリップのカラトラバかランゲ&ゾーネのランゲワンを買おうかなというふうに思ってるんですね。でこれっていうのはねもう本当に難しい険しい道のりだというふうに思うんですけども、だからこそね達成した時の達成感っていうのはもう最も大きいのかなというふうに思っています。でこれね前の動画でも上げさせていただいたんですけども、マズローのですね欲求5段階説という、こういった表があります。これは何かっていうとですね、人間の欲求っていうのは5段階に分かれている説ですね。一番下、低次のものはですね、生理的欲求、まあ睡眠欲とか食欲とかそういうものですね。で、それが満たされると次の欲求に行くと。それはですね、安全欲求ですよね。まあ命の危険がなく過ごしたいとか、安心してこう眠れるところが欲しいとか、そういうところですね。続いての欲求はですね、所属と愛の欲求、まあ、誰かに愛されたいとか必要とされたいとか、まあ、そういったところですね。で、日本の場合はですね、まあほとんど飢えに苦しむとかですね、戦争でこう命の危険にさらされるとかですね、そういったことってあまりないじゃないですか。まあ、なのでほとんどの方がですねこの承認欲求のところにとどまっているのかなという気がしています。でこの承認欲求もですね分解してみると、定時の方はですね他者承認欲求ですね、他人から認められたいという欲求で、さらにワンランク上に行くと自己承認欲求、自分で自分を認めたいと、まあ、そういった欲求がかかってくるらしいんですね。で僕が考えてるのはですね、この行動軸によって何か目標を達成してですね、その記念として時計を買った場合にはですね、まあ、時計がですねトロフィーのような存在になって、こう自分でね自分を認めてあげられるツールになるんではないかなというような気がしています。でこの自己承認欲求を満たすことによって自己実現欲求ですね、まあ、大きな夢を叶えるその原動力になるというふうに私は考えています。まあ、なので非常にね達成は難しいパターンかもしれないんですけども、達成した時のこのね満足感とか日々のモチベーションとかですね、こういうのはすごくいい影響があるのではないかなというふうに考えているのが行動軸のパターンですね。そして最後にお金軸です。これはですね経済的なバランスがやっぱり取りやすいと思うんですよね。で理解も得られやすいと思います。まあ、例えばですよ、1100万円貯まったので100万円の時計をこう2人で買うとかね、まあ、こういうのは結構こう理解も得られやすいのかなというような気がしています。でしかも目標に向けてですね、まあ、貯金とか仕事とか頑張るモチベーションにもつながると思うんですよね。でこのね下の方に、まあ、主な見物資産の一覧を書いてみたんですけども、まあ、個人的にはですねこう時計っていうのはもう現物資産として非常に優秀だなというふうに思います。まあ、もちろんね物とか買い方にもよるんですけども、まあ、それは全てのものに言えることであって、そういうことを鑑みてもですね時計っていうのはまあ素晴らしい資産性っていうのはあるのかなというふうに思っています。まあ、極論ですね貯金が形を変えたものと考えてもいいのかなというふうにさえ私は思っています。まあ、例えばですね、ここに5つ主な現物資産、代表的なものを挙げさせていただいたんですけども、それぞれねどっかしらのデメリットっていうのはあるわけですよね。まあ、なんですけども時計についてはですね、ここの下のですね三角形のところは全部丸だと思うんですよね。まあ、時間がわかるという実用性、そして保管も小さくて済む、で費用も不動産ほどかからない、で維持費も車ほどかからないし、携帯性が抜群でいつでもどこでも楽しめる、意外とですね時計っていうのは心配して買わなくてもいいのかなというような気がしています。まあ、もちろんですね転売っていうのは良くないことだというふうに思うんですけども、まあ、私はですね、まあ、現物資産の万が一のためのセーフティーネットとして考えておくのはまあありなのかなと個人的には考えています。
はい、いかがだったでしょうか。ということで今回はですね、高級時計を買うべきタイミング4パターンということでお話しさせていただきました。なるべく早く買うパターン、時間軸で考えるパターン、行動軸で考えるパターン、お金軸で考えるパターン、この4つがですね、まあ、僕の中では考えられるパターン、時計を買ういい理由なのかなというような気がしています。いかがでしょうか。もしですね、この他にも、まあ、こんなタイミングがあるんじゃないかとか、こういった理由があるんじゃないかとか、まあ、そういうのがねあったらぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいですね。まあ、これはね本当にこう人それぞれのライフスタイルにもよると思うので、まあ、どれがね特におすすめっていうのはないとは思うんですけども、まあ、僕個人的にはですね、今この行動軸っていうものにちょっとこうチャレンジしてやってみようかなというふうにやっています。10万人いたら夢の時計を買おうということでさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。まあ、もしですね皆さんご家族とか奥様とか説得するのに迷った場合にはですね、こういったものをですね参考にちょっとお話ししてみてはいかがかなという動画でした。もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。